日本について内閣。まず国会の復習をします。国会の動画をまだ見ていない方はそちらを見た後の方が分かりやすいと思います。復習です。まず選挙をします。選挙で国会のメンバーを決めます。国会のメンバーのことを国会議員と言います。国会には同じような考えを持った人がグループになっています。政党です。人数が一番多い政党を与党、人数が少ない政党を野党と言います。与党が国のリーダーになり政治をします。内閣です。日本では国会議員の中から内閣のリーダーを決めます。これを議員内閣制と言います。与党のリーダーが内閣のトップになります。内閣総理大臣です。日本を良くするために内閣総理大臣をトップにいろいろな組織があります。国を守ります。防衛省です。環境のことを考えます。環境省です。道、電車などについて考えます。国土交通省です。会社のことを考えます。経済産業省です。米や魚などについて考えます。農林水産省です。病気や働く人について考えます。厚生労働省です。学校の授業などについて考えます。文部科学省です。税金やお金について考えます。財務省です。国と国の約束をします。外務省です。法律について考えます。法務省です。市役所やテレビなどの電波について考えます。総務省です。これが日本の内閣です。終わり。